ヘロー YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢茂美です。あなたの大切なものは時間です。さて今日も話をしていきましょう。まずですね、まあ今日も本を読みました。こんなにいっぱいね、この最強の CEO、まあ100冊くらいポチッと買ってしまってですね、これはいい本なんで、もうちょっとねジェームスさん応援したくていっぱい買ってしまいました。でこの本にね書いてあったことで、まあ一つあったんですけれども、まあいっぱい書いてありますけど、まずは自分が変われと。そうなんです。自分が変われっていうことなんですね。世界を変えるのめちゃくちゃ大変ですよね。相当な影響力が必要です。影響力の中にはね、その人徳とか信頼とかお金とかいっぱいありますけれども、大変なんです。だからアドラー心理学でも同じこと言ってますよね。変えられないので自分を変えなさいと。つまり自分の捉え方を変えなさい。まあ、それとかですね。まあ、コビー先生の7つの習慣の1個目の習慣、あれも同じことを言ってますね。主体的であれ、まあ、英語だと Be proactive、 つまりまあ積極的であれみたいな、そんな感じだったと思いますけれども、まあ、でもあれの中で言ってることっていうのは、全ての源は自分ですよ、あなたの責任ですよっていうことなんですね。あなたがどう捉えて、あなたがこの宇宙をどう捉えて何を考えてるか。もう極論しますよ。極論しますと、アフリカで飢餓に苦しんでいる子供がいる。それはあなたのせいです。そう、私のせいなんです。私の。ね。っていうことなんです。南アメリカでバタフライ、蝶々が一匹羽をパタパタさせました。見たこともありません。それもあなたのせいです。っていうことなんですね。そんなはずないじゃんって。ね。隣の家で何が起こってるのかわからないけど、隣の家で起こってる全ての悪事やいいことも全部私のせいですかと。まあ、それが全て源。自分が源。自分が責任。っていうことと、まあ、同じなんですよ。そんな責任を負えませんなぁと。なんでかっていうと、これ宇宙論でも最近そういうことが言われてまして、まあちょっと違うんですけれども、まあつまり、あなたが認識しているこの宇宙が一つありますと。で、あっちの人が認識している別の宇宙がまた一つありまして、まあマルチバースとか言われますけど、要はその認識する個体の数だけこの宇宙が存在しているなんていう話もありまして、だとするとですね、この宇宙は私の宇宙なんですよ。で、これを見ているあなたの宇宙はあなたの宇宙なんですよ。そうなんです。まあちょっとね、そういうぶっ飛んだ話から、まあ、要は様々なところのそういう偉い人たちが言ってることっていうのは実は結構つながってて、何でも自分のせいだって思うと、まあ、自分を改善するっていうことになるんですね。だから世の中である A ということが起きましたと。この A ということはとっても悪いことなんですって思ってるのは誰ですか？あなたなんです。私なんです。じゃあその A ということが起こったことはもう変えられないと。変えられないけども、これの解釈を変えて次からの行動をどうするのかだけが私が変えられるわけですね。あなたが変えられるわけです。だからそこに注力フォーカスするんだよ。私のこの小さなもう耳ちの能力の低い脳みそはいろんなこと考えられないんで、それだけ集中しなさいと。そうすれば成果が最大になりますし、あなたの望む宇宙がやってきますよっていう話なんだと思うんですね。これはまあ以前にお話ししたの、時間は実は過去から現在、現在から未来に流れてるんではないのかもしれませんっていうお話をした回がありましたけど、まあ詳しくはそっちを見てください。つまり、時間はですね、過去から来て、昨日あれが起こったから今日これが起こって、明日これが起こるんじゃないんですと。未来からいろんな未来が来て、まあわかりやすいんでお金の話をしますと、あなたが10年後に時給1億円になる未来から来る未来があると。で、まあ、時給2億円じゃなくて1億円になる未来が来ると。で、時給、まあ、時給1000円くらいの未来、時給、10年後に時給1000円くらいの自分がいる未来から来る未来もあると。はたまたもう時給とか生きてないかもしれないようなもう未来からも来ると。そのいろんな未来から時間が押し寄せてきて、その中のどれかを私が瞬間瞬間に選んでるんです。どっちにするか、こっちがいい、こうする、俺はこうする、こう決めると。
つまりそれを決めてるのは何かっていうと、自分がどうなりたいからこうなんだ、自分はいっぱいある未来の選択肢のうちからこれを選ぶんだということをすでに決めているかどうかだけ、その瞬間瞬間、今の連続の選択の瞬間だけで、選択の連続だけで未来が決まってってるっていうことなんです。そうするとそのいっぱいある未来からこの未来を取るんだ、ね、時給2億円の未来を取るんだって思ってただ初めてその選択肢が時給2億円の未来から送られてきた選択肢であるということに、そう考えてなきゃ気づかないですし、時給2億円とか一回も考えたことなくて、時給1000円の未来から来た選択肢だけを取るんだっていうか、それが当たり前なんだ、それが今の自分なんだ、今の自分の延長線上の行動しかしないんだって思ってたら、当然そういう未来しか見えなくて、それを取って実際そうなるわけです。それが今で明日になっていきなり2億円っていうのはないかもしれないですけれども、それを連続していくことによって、まあ社会の中でですね、自分の地位とか自分の脳内構造だとか、あの友人関係だとか、まあいろんな運が巡り合わせていって、もう一言で言えばそれはどれが飛んでくるかっていうのは運なんですけど、その運を選択し続けたのは自分だっていうことなんです。ということでですね、まあこの最強の CEO の本、いろいろいいこと書いてありますけれども、まあこの中で今日変わる、まず自分から変わりなさいとおっしゃる通りです。人を変えてる暇があったら自分を変えなさい、おっしゃる通りです。ということでですね、まあそこから感じたことをちょっと話してみました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。イエス！